おはようございます。和がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、僕がね、こう、毎年食べている白桃ジェラートというのが、こう、あるんですけども、えー、毎年食べてる、まあ、3年ぐらいですかね、毎年、えー、食べてる形になるのかな。うん、あのー、近所のね、えー、コーヒー店ですね、コーヒー店。 ルーシーボーというね、えー、コーヒー店があるんですけども本当にこう流行っている、えー、よくお客さんが出入りしているお店なんですけども、えー、コーヒーはもちろんのことですねコーヒー自体がねもう美味しいのはもうこれはうんすごい美味しいこれ飲んでいただくとね、えー、大体の方がこう美味しいと思って思わはるんじゃないかなというようなコーヒー 豆をこう、えー、焙煎しててこう売っておられるで、えー、喫茶もできてですねで喫茶はえー、まあえー、っとマスターがいるところにはこう3席あってですねほで奥にねこう奥のところにこう座敷でこうあの入れる。 ところがあってってていうようよなな、えー、お店なんですけどもそこでねこう白桃ジェラートというのはこの夏のね、えー、季節にこう売ってはるというかね売ってるというかその食べられるんですね冬とかはないんですけどもその夏のこうもうほんまの一部の期間だけですねもう1ヶ月もないぐらいの期間なんですけども白桃ジェラートがこう、えー、食べられる状態になってでその期間を 逃してしまうとですねまた、えー、来年まで食べられないということで非常にねこう大きいこう白桃桃ですね、えー、白桃にこうジェラート、えー、まあアイスクリームじゃない、ジェラートですねジェラートがこう下にあるという,もう非常にこうシンプルこうなんかこう えー、ややこしい味、ややこしい味言うたら失礼ですけど、このなんかいろんなこう味付けをしてるんではなくて、白桃があってジェラートというこう、組み合わせと。これがね、抜群なんですね。これが美味しいんですけども。で えー、白桃ジェラートいつぐらいかなとか、まあ、軽く思ってた時もあったんですけど、えー、お客さんでねそのドゥーシーボーの子にの常連さんがおられてですね白,白桃ジェラート最近よく食べに行ってんねんみたいなことを、えー、お話を聞いてですねあもうやってはるんですかってじゃあ食べに行かなあかんということで早速食べに行ったということですね。で早速食べに行って たらですねその、えー、常連さんがおられてちょっとびっくりしてびっくりしたいか結構結構行っておられるんでその確率はあったんですけどもで常連さんがおられてで僕がいてとほいで奥の部屋にはこう大学生ぐらいの子らがこう3人組でこうおられてでこうまあまあしゃべりながらこう白桃ジェラートを食べてうまいな思まで食べてたらですねちょうど一人の男の人がこう入ってきて奥の部屋にこう入っていって。 でもちろん大学生とその男の方はまあまあ知り合いではなく違う人としてこう入っておられてで、えー、まあまああのー、まあ楽しくこう話し聞いたりこうしゃべったりしててそしたらですね、あのー、大学生がこう出てきたんですねで大学生が出てきて、うん、ああ3人組やったのやなと思ってその時知ったんですけれども。 で、こう、まあまあ帰られてそしたら次ね犬を連れた女の方が来られたんですねでまたその方も、えー、白桃ジェラートで僕の常連のお客さんはですねその、えー、帰られてその入れ替わりでその、えー、ワンちゃんをこう連れてきたお客様が来られてでその方も白桃ジェラートを頼まれて食べておられてて。 んんで、えー、なんか白桃ゼリーっていうのもねこう作られてたらしくて去年はあったんか知らないんですけど今年白桃ゼリーっていうのがあってですね、それをこう、お持ち帰りでこう持って帰らはる形あってで、白桃ゼリー俺も欲しいなぁと思ったんですけどももうないと全部売り切れ完売状態になってて。で さすががやななと思いながらまあまあほらほんでね価格もねなんか300円かなんかちょっと安すぎるやろういう値段で売っておられたんでみんなもう買ってしまうねどん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 買ってしまう状態ででその犬を連れたお客様もえっ、ー、と朝のうちにねもう予約してで白桃ゼリーを抑えてですねほんでこう来られたということで、うん、で白桃ジェラートの方白桃ジェラートの方ももうないぐらいの状態でほんで もう今、この僕が喋ってるこの日ぐらいはもうない状態でですね。で、えー、ね、来年まで待たなあかんということなんですけど、まあまあ、僕の中で、まあ、あのー、去年は2回ぐらい食べたんかなと思うんですけど、今年1回ちゃんと食べられたんで、まあまあ、良かったなという気持ちではいます。うん とりあえずこれは絶対よ。それとね、えー、コーヒーゼリーも売っておられるんで、えー、コーヒーゼリーも、まあ、食べる。コーヒーゼリーがやってる期間に食べるという。コーヒーゼリーはもう食べました。あの違う時期に食べてですね。で、えー、白桃ジェラートも食べてというところでこうやってますね。であのー コーヒー豆はですね、こう毎日、毎朝ですね、その、ルーシーボーのコーヒー豆を、えー、僕はひいてですね、じあのー、ミルでひいて、で、入れるっていう、朝、僕は毎朝それをしているというところですね。うん、で、買いに行くのは父親がね、えー、買いに行って、だいた300グラムぐらいを買って、ほでやって、まあ、1週間か10日に1回買いに行くいうような形ですね。 うん、そういう感じで結構つながりを持たせてもらってるっていうところなんですけどだからまたねこうこれからどういうものをこうあの作っていかれるんかちょっと楽しみではあるんですけどね、うんまあ、全てうまいですねだからコーヒーゼリーはコーヒーゼリーもうまい白桃ジェラートうまいで白桃ゼリーはちょっと食べれなかった来年ちょっとね今度注文して持ち帰って食べようかなというところですね でまあコーヒーはずっと続ける。ほんでいろいろ、えー、あとなんかこうクッキーみたいなやつ、名前がちょっとまた出てこないですね。うん、それも売っておられて、それも結構人気やったりしてるんで。うん、言ったら、まあ作っておられ、出してるもん、商品がすべておいしい状態で、全部がこう人気ある状態っていう、<laughs> すごいですよね。すごいものをこう作っておられる。 全くされないお店なんで、ねえー、うんでもやっぱりその出してる商品がね、えー、美味しいものなんでやっぱり口コミというかなんかこうどんどん広がっていっても今やもう、うん、すごい状態でね、うん、まあなかなかうん。 さすがにそういうのをこうしっかりとこう見つけて来られるお客さんだから瀬田のお客さんもまあおられるんでしょうけども瀬田というよりはこういろんなとこから来られたね、草津から来られたり県外から来られたりとかこういろいろされてるっていうことで。うん すすごいですよねだからあまりねその商売するのにせたせたっていう僕やったらセタに住んでるんですけどせたにこだわる必要はないんかなっていうのをこういうお店を見てると思います。それとやっぱり商品が良かったらこうしっかり流行るんだなっていうのがあるんで僕としてはこう励みになるというかやっぱりこう自分もちょっと、えー、ちゃんとこうやっていってるんで。こう 大丈夫だろううという確信みたいなものがこ,うあるというこの店をこのお店があることで、えーまあ、自分が自信がつくというかまあまああのー、しっかりやっていけばお客さんはついてくるんだなというのは分かりますそこでこう瀬田にこだわってこうやるとちょっとこう、うん、難しくなるんかなというようなことは思いますけども。 とということで今日はですね、えー、毎年食べている白桃ジェラートということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます